愛知県岡崎市にある中日ステンドアート。ホテルのエントランスを彩るステンドグラスなどの装飾ガラスを制作しています。この会社が今年6月発表したあるプロジェクト、そのプロジェクトの名はガベイ。ガベイとは文字の通り絵に描いた餅、何の役にも立たないものの例えのこと。一体どんなものを作ったのか。ガベイはどちらにあるんですか。ガベイはこの奥の部屋にも飾ってますね。エレベーターかと思ったら中から階段が。面白い。その階段を上った先にあったのがガベイは今ここにまとめて飾ってあります。そこにあったのはなんと和菓子。栗きんとんやういろうなど9種類の和菓子が。どれも美味しそうですよね。綺麗ですね。しかし観賞用です。まあ本当あとは使うとしたらペーパーウェイトとかそこら辺ですかね。食べられないこの和菓子、実は食べられない和菓子なんです。まさに絵に描いた餅。和菓子に似せ精巧に作られたガラスです。ガベっていうのはちょっととにかくガラスを使って面白いクリエーションをしたいっていうので、その中で作ってたものですね。ガラスなんだこれ。これまで培った技術をさらに磨き上げ、こちらの会社ではガベイ以外にも、これは氷の張った湖をガラスで表現したディスプレイ、さらに SDGs を意識した取り組みも。太陽光パネルやカーブミラーなどの灰ガラスを人造大理石の一部に。ガラスのリサイクルはコストがかかりすぎるため難しく別の素材と組み合わせることで灰ガラスに新たな光を当てました。この中身がガラスの和菓子ってなると、それだけでデザインとして面白いものになるかなっていうので、やっぱ説明書とちゃんとしたパッケージですねを用意して提案している。これがどちらかというと新しい提案のミソでは。創業42年目にして新しいアイデアに挑戦したいと始めたこのプロジェクト。豪華な木箱に収められ、さぞお高そうですけど。確かに3万とかしちゃう。なかなかの値段になります。税込みで今110万円でしてますね。110万。110万。はい、なんと110万円。桁が違ってた。それでも。110万でも正直儲かってるのかどうかもわかんない。そっちの方が驚きですね。一つ一つ手作りで型を作っていて量産できないため時間と手間がかかり、この価格になってしまうといいます。和菓子を作ること自体が初めてだったので、もう形の研究から始めて、どのようにしたら思い通りの形になるのか、どういう道具を使ったらいいのかっていう、そこから研究するのが大変でした。プロジェクトはおよそ2年前から始動、試行錯誤を繰り返し、これまで作った和菓子は50を超えるといいます。この辺はちょっと可愛いなと思って入れたかったんですけどちょっとリアルすぎちゃったのもあって、透明感の加減で少し透明ガラスらしさも出したかったので、程よく透け感が出たものを選んだんですけど。今年6月東京で行われた展示会で初めて披露。海外のバイヤーも訪れ、面白ければ売れる市場があると聞いたといいます。そして反響も。お土産じゃないですけども、お土産品として何かできないかとか話あったりとかっていうのはありますね。例えば腐らない幼いものですとか、そういったようなのでちょっと何か作れないかっていう、今現状のものの代替品ですねっていう話はいただいてますね。しかも生ものだとダメになっちゃう。ガベイの和菓子は今のところ売れていません。